皆さん、こんにちは。ダンサーで振付師の綾乃です。今日はサビまでの部分をゆっくりレクチャーしていきたいと思います。皆さん、一緒に踊ってみてください。では、早速やっていきましょう。最初は後ろを向いていきます。曲が下がったら、そのまま振り向きます。その後、クラップ。横に振ります。この後は横に合わせて1、2、3、4、手を大きくクラッチ。1、2、3、4、手をつけて、せーの。その後は足をサイドに前、その時に手がつきます。手首の位置を合わせて1、2、3、4、少し前、せーの、横、上、揃えて、その後、どうぞ。その後は、サービン用オガード入るので、太陽を見上げる感じで、手をしっかり感じていってください。その後、サービン用オガード来ました。広げます。その後は、歩いてる、ポーズ。右手も、せーの、この時は、最初は両手、2回目は片手の右手になります。次は指を指して、その後、へこんでもという振りなので、へこんでも、その後、手をグーにします。グーにして、足つけて、前に指さして、横に左に、指さして、トントン、左もさして、その後、こういう、このような振りになりますが、ここは、手話になります。皆さんの輪をつなげていこうという意味で、振り付けにも取り入れていました。そのまま、輪っかと輪っかをつなげて、このまま上に上げていきます。その後、クラップ。サビの前に準備です。ここまでがサビ前の振り付けになります。ここが準備できたら、次はサビの振り付けになります。サビの振り付けも一緒に覚えてみましょう。